自分何笑ってる自分の声が、ね、確かにあんまり聞かないもんですか。あんまり聞かないあんまり聞かないですか。まあ、作る時に確認できるというのはすごいですね。結構なってから自分で聞くというのはないです。お客さんまさかかけてくれっていう人もあんまりいないわけです。そうですね、たまにあのこれ何って聞かれて僕がやってますみたいな感じで歌っていくときはあります。これでも音楽的にいいじゃないですか。僕はあのこれでロパンクのめちゃめちゃのなんか、はいはい、あれかと思ったんですよ。で今回はこんな感じの作品なんですよ。これはこのアルバムはちょっと見たもの曲というかメロディーが結構ある感じです。だから言ったでしょう。久しぶりに聞きました。久しぶりに聞いたの。久しぶりに聞いた感想どうなんですか。いや結構音になる。音になる。これ壁版はなんかなんか。あ、置いてるやつですか。まあ、結構知り合いのやつとか。あ、じゃあソウルフラワーユニオン。ソウルフラワー知り合いというか中川さんがあの奈良によく来られるんですよ、はい、で、そうやって新しいの出るとちょっと置いてみたいな感じで、はいはいはい、直々にこう乗りに来てくれるんで、それをこうせっかくなんで、はい、僕結構聴いてた時代ありますね。あ、本当ですか。ニューエストモデルもう随分昔ですけどね。そして、この辺が ABC ジョンというか、で、割とジャンルはあの分けずに、そうですね、もう A で A なら A、B なら B で、はい、たくさん入ってるから、あの面白いですよね。数がそんなないんで、なんかあの、はい、ざーっと見てもらってこう、はい、引っかかったりする、はい、こう引っかかってもらいたいかなと。だからこのレインボーあって。ビートタクシーがあるところがありえない混在ぶりっていうところが面白いです。これもね、これも名盤がありますけど、でこっちからずっとこう行って CD となって、あとここはあれですか、名刺はなんかこう近くのお店とか、店の、はい、友達の店とかです、うん、この入れ物もすごいおしゃれじゃないですか。これってそれなんかヤフオクかなんかで、そうですか、はい、なんかヤフオク通ですね。ヤフオクよく見てます、ね、あ、そうですか。でカセットもあるんですよね。はい、なんか最近レコードよりカセットで出すみたいな人がたまにいますよね。いて、はい、でその人たちの新譜っていうことですよね。そう、作ったやつを、はい、はい、友達のバンドとかに、はい、でこれ可愛いんだよな。これお店のなんかロングセラーなんじゃないですか。そうなんですよ。鹿がやっぱ分かりやすいし、可愛いっていうので、そうですよね。あとレコード、鹿とレコードなんて絶対組み合わせ的にイラストなんかないし。そうですよね。これもしかしてゴミさんの絵？あ、そうです。僕が描いた。うわー、多彩だな。本当に。絵描くの好きで。あ、そうなんですか。だいたいグッズとか作るときはもう自分でやってます。これはワッペンで、はい、例えば T シャツなりスウェットとかに縫い付ける感じで貼って、はい、バンドの、はい、とそしてこれは店名ですけど、はい、これ店名はどういうとこから来てるんですか。あ、なんかね、そのバンドの曲のタイトルで、はい、1曲その喉っていう曲があったんですけど、はい、その曲からですね、なんかこうお店の名前した時にこうハマりが収まりがいい、なんか自分の曲からなんとかレコードにその時になんとかがスロートっていうのが、はい、でなんかちょうど文字数とか言葉にした時にハマりがいいかな。あとそうですね、文字の数ですよね、はい、そうですね。でこれにして、はい、その曲も気に入ってるんですか。その曲、そうですね、なんか結構バンドがこうメンバーが変わったりとかでいろいろ
なんか節目の時に作ったアルバムに収録されてて、はい、まあ、なんか自分的にこうそこでよしもう一回やるぞっていう気持ち、はい、思い出深いところがあって、はい、あ、小物を見ていくだけでも面白いですよね。いや、面白いですよね。すごいね。レコードもあるし、CD もあるし、まあ、7インチ版もあるし。いいよね、これ。ジャケットが、ずっとこれ着て ACDC、 突然 ACDC だったんですね。あれ、パタパタっていうね、はい、コーナーがあって、はい、ひたすらそのお店の店頭在庫を見せるっていう、はいはいはい、その場合どこがいいですかね。あ、どこがいいの。シングルでももちろん構わないし、ニューアライバルでもいいし、何枚ぐらいいりますか。じゃあ今回のパタパタは、ニューアライバルからいきたいと思いますので、ナイアガラトライアングルの、そうですね、記念版も今ちょうど出てる年ですからね、はい、これはパタパタやりやすいね。あ、1個抜けちゃった。ああ、この辺がね、気になるところですけどね。ほほう。おお。ちょっと引っかかるの多いな。はい、で、こっちにも行ってきたいと思います。ほとんど知らなかったりするんですよね。でも知ってるふりしてほほーなんて言ってる場合もあるんですよ、本当は。へえー、あ、ちょっと、へえー、まあいいや、ちょっと実務に戻ります。パタパタいきます。ごみさん、時としてやっぱり3桁のお得版が結構ありますね。そうですね、あんまり価格帯上げたくないっていうか、はい、なんかこう、はい、どんなちょっとジャケ買いしサクッとできる価格帯ぐらいがいいです。ジャケ、そうですよね、はい、なんていうんですかね、あんまり相場とかあんまり気にせずに、はい、出すときですか、ご自分の感じで。まあもちろん仕入れの価格もあるだろうから当然のことながらいろいろ簡単にはいかないでしょう。一応でもなんかネットとかざっくりは調べますか、中古相場見て、うん、それよりちょっと下げれるやつを下げて出すっていう。あ、それよりも下げる、それに準じるんじゃなくて、ね、はい、基本ちょっとネットとかで買うよりは安く買えるっていうふうにしたいなとは思ってます。ああ、いいですね。結構ね、ネット相場ガンガン同じだなっていう店もあったりすると、でふとカウンターの中見ると店主ずっとパソコン見てたりして、ちょっと寂しい気持ちになる時あるんですよね。店に来る理由っていうのがなくなる。そうなんですよ、そうなんですね。やっぱりだったら通販で買うわっていう、わざわざ来てるんだから、なんかその辺のなんか面白さを。そうですね、これシンプルですね、同じのがあるの。お友達とかから買い、お友達の、はい、すごいですね。あ、ねえ、でもビビットサンドからちゃんときちっと出てて、ね、これ今かかってるのこれですよね。そうです、これいいですね。なんかいいです、これ暴力的ですよね。
これ買いだな。ところでさっきのこれの、はいはい、値段いくらなんですか。これが3800円。3800円。3800円でこれが1980円。オーバーか。うわー、でまだ僕だってちょびっとしか見てないから、はい、多分これが他に欲しいの出ると思うんですよね。これは買いだな、決定だな。でバンドの話しますと、はい、活動今後のなんかあの予定っていうかありますか。ここ今ちょっとライブを6月ぐらいまでやって、はい、で7月夏秋ぐらいは制作というかアルバムを作って、まあ、来年ツアーとかに行きたいなっていう、はい、2023年ツアー、そうですね、ざっくりですけど、ざっくり行きたいなと思って。じゃあ今年22年後半はあれですね、22年後半はちょっと制作を、そうですね、ちょっとスタジオ作業とか増やして、スタジオはどのあたりのものですか。スタジオもこの近くにあって、あるで地元の、はい、であのライブハウスもまあ同じ生活圏内にあるんですけど、よくそこでライブもやってて、で録音もライブハウス使ったりとかもたまにさせてもらったり。いいですね、音の感じがね、はい、で結構もう車で10分かからないぐらいのところに大体全部ある感じです。もみちゃんそもそも奈良市の出身。僕出身は、ね、奈良の桜井っていうちょっと南の方なんですけど、はいはいはい、結婚してからこっちに引っ越して、でももう奈良人なわけですよね。そうですね、そういう自分で言うのもあれですけど奈良、はい、あそうですか。とあれですかね、もう子供の時というか学生時代からバンドはもうやってて、よしプロになるぜっていう感じで、高校生のなんか高校とか学園祭とかでやっぱやるじゃないですか。やりますよね、ああいうので。ちょっとあの、キャーとか言われてもう目覚めちゃったんですよね。そうです、バンドやってると女にモテるぜ、面白いな。でそこから、まあ、でもプロになるぜみたいなのはそこまでなかったんですけど、なかったですか。結局あの上京してとかもなかったんで、はい、地元でまあ自分たちのペースでやれる範囲でやるっていうのの中で、なんかこう音楽だけやと結構あの難しいってなってきて、まあこういうレコードやったりとか、はいはいはい、あの仕事しながらこう活動してる。タペストリーの割にはちっちゃいんですけど、タペストリーではないわけですよ、ね。はい、これは何なんですか。これあの去年の暮れに作ったんですけど、はい、そのバンドで20年の節目にまあなんか出そうかなと思って、はい、20年間にリリースした曲の歌詞をまとめた歌詞集ですね。あ、歌詞集、はい、ちょっと見せていただきますか、手に取って。自主制作で、うわ、そうですよ、これもこだわってますね。そうですね、せっかく自分で、まあ、自分の書いた詞をまとめるっていう、まあ、デザイナーの人がいて、はい、ええ、その人と ただやっぱりあの相談しながら、だからこだわらなければやっぱり面白くないっていうところですよね。そうですね、ものづくりはそれが一番もしやってて楽しいというか、ということですね。半分自己満足みたいなところもあるんですけど、自己満足っていうんじゃなくて自己満足、自己満足、はい、ものづくりにこだわる自己満足ってそういうことね、はい。このギターを良くないですか、音。いいですね。もうこれで決まりかなっていう感じ。 Did you hear about the flower?
もうこれで決まる。もう1分で決まり、1分もかかって。じゃあ今日はあの決まりました。ありがとうございます。いやーこれいいな。いいなこれ。いいですよね。ちょっとあのちょっと手放して失敗した番っていう。よくありますね。よくありますか。で売りたくなかった。え？ありますね。あ、ちょっと視聴させてって視聴してもらって結構いいな、いいなと思ってたら買うな買うな買うなと思ったら買ってじゃあそれとかね、よくあるパターン。やっぱりバンドでやってらっしゃるからこういうギターの音とかもどんだけ生々しいかってやっぱりそうだ、実際鳴ってる音に近いなと。この録音の仕方もちょっと取り分かりそれっぽいですよね。それこそいい音ですね。いい音ですね。決まりました。これですね、今かかってるのはサボイブラウン Getting to the point。 ジャケットもかっこいい。ジャケットもめっちゃいいです。はい、どこがいいですかね。ここですか。これですか。Everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to move.